これ足もう二つつければ、もうこれキリンですね。はい。めちゃくちゃ合うミニフィグを見つけました。それがこちらです。皆さんこんにちは。ジェイソーレゴブリンだ。ひらげだ。はい、今回の動画はこちら。レゴクリエイターワイルドライオンの続きになります。前回の動画でこちらのワイルドライオンを組み立てました。もう本物と言っていいぐらい完成度が高くてとても良かったです。はい、今回の動画ではワイルドライオンからダチョウに組み替えます。はい、ワイルドライオンの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは組み替えます。はい、ダチョウが完成しました。うわ、長っ。これ足もう二つつければもうこれキリンですね。はい。愛全体は青だぞ。愛全体はこのようになってます。いや、にしても足長いな。あ、ちなみにダチョウなんですけど、一応鳥っちゃ鳥なんですけど、実は鳥の中で珍しく飛べれない鳥です。まあ、モンハンで例えるのであれば、アカムトルムとウカムルバスね。両方飛竜種なんですけど、実は羽がない飛竜種。まあ、こんな感じですね。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。はい、そして胴体はこのようになってます。胴体の造形はかなり凝っています。そしてダチョウの特有の長い足はこのようになってます。これ造形的に合体ロボに出てもおかしくないような。いや、つい合体ロボ考えちゃうんですよね。羽の作りはこのようになっています。尻尾は牙パーツで再現されてます。おー、これはなかなか斬新ですね。はい、そしてこのダチョウもワイルドライオン同様結構動きます。まず頭部がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。いや、ボールジョイント本当にすごいな。首は根元がボールジョイントになってますので、このように回転します。羽はこことここがボールジョイントになってますので、このように回転します。ここも回転します。足の付け根とつま先がボールジョイントになってますので、このように動きます。マックスここまで動きます。回転しようと思ったんですけど、羽パーツに当たっちゃうので基本的に回転はしません。後ろ足のつま先はワイルドライオンの後ろ足のつま先のボールジョイントと一緒です。はい、ボールジョイントを活かしてこのようにダイナミックなポーズを取らせることができます。ボールジョイントがあるだけでこれだけ躍動感のあるポーズが再現できるのは本当にすごいな。これ片足立ちできるかな。ちょっとやってみます。よっと、よっこしょ。わー、どうぞ、危ない危ない危ない。おー、片足立ちもできますね。これはすごいな。足をピンと伸ばした状態で立てたいと思ったんですけど、これ立てれません。なんでかっていうと、後ろの胴体のパーツに重心がいっちゃうので、このまま伸ばしてしまうと、はい、こんな感じで倒れます。基本的に立たせる場合は、前の足パーツをこうちょっと斜めにすれば、はい、自立できます。
では大きさ比較といきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。高さ的におおよそミニフィグ、4、5 体分ありますね。そして前回作ったワイルドライオンと並べるとこんな感じです。まあ、同じクリエイターなんで色的にめちゃくちゃ合います。高さに関してはワイルドライオンほぼ2体分ですね。そしてレゴマリオと比較するとこんな感じです。これワイルドライオンの動画でも言ったんですけど、なんかマリオが乗ってもそんな違和感ないかも。ほほほほ。じゃあ今からこのダチョウが前回のワイルドライオンライダーのようにライドオンできるかやってみようと思います。ちなみにワイルドライオンのジョッキーなんですけど、めちゃくちゃ合うミニフィグを見つけました。それがこちらです。はい、こちらのミニフィグ21のアステカの戦士です。これは絶対に似合うので乗せます。せーので、はい、こんな感じです。うわ、もうめちゃくちゃ似合います。これアステカの戦士とレゴクリエイターワイルドライオンはもう合いますね。いや、これすごいな。こんな感じで馬っぽくすることもできます。では改めまして、このダチョウにミニフィグが乗れるかやってみようと思います。これ乗せれるパーツ普通にありますので、ここにアステカの戦士を乗せます。よっと、おー、乗せれました。はい、今回も問題なく乗せることができました。ちなみにこのままチェーンパーツをつけます。あーちょっと倒れそう。おー、このダチョウ結構倒れやすいんですよね。おー、できたチェーンパーツあることでライダー感増しますね。いや、かっこいいな。そしてワイルドライオンライダーと並べるとこんな感じです。うおー、かっこいいな。もうなんか戦闘民族っぽくて僕これ結構好きです。これはミニフィグ21のアステカの選手を当てたらぜひやってほしいです。いや、これは本当に合います。はい、レゴクリエイターワイルドライオンのダチョウはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターワイルドライオンをダチョウに組み替えてレビューしてみました。ダチョウに関してはワイルドライオンに比べて少しだけ迫力に欠けるところがあったんですけど、それでも本物に近いように作り込まれててとても良かったです。まあ、このダチョウに関して一言言うのであれば、足長いな足長いのと、あと足をもう二つつけちゃえばもうこれ完全キリになりますね。で、あとはワイルドライオン同様ミニフィグとチェーンパーツがあればダチョウライダーにすることもできますので、皆さんもぜひやってみてください。ちなみにおすすめのミニフィグはミニフィグ21のアステカの戦士です。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではダチョウからイボイイノシシに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイHehehe